緊急自動車。緊急自動車とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される、自動車を言う。緊急車両とも呼ばれている。法令に基づく、急を要する業務の目的の特別な走行を、緊急走行という。本校では、日本の道路交通法における、緊急自動車についてもべる。道路交通法十九条では、 緊急自動車を、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものを言う、と定義しており、詳しくは、政令、道路交通法施行令に定義されている。道路交通法施行令13条1項は、以下のように定めている。以上の緊急自動車は、 基本的サイレン及び赤色の系光灯を装備している。道路交通法施行令13条2項は次のような車両も緊急自動車とみなすと規定している。この道路交通法施行令13条2項で緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車及び緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車が緊急自動車とみなされることから 例えば、傷病者を速やかに病院に搬送しなければ、ならないが、救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する、警察用自動車の誘導を受けて山へ向かう、場合などは緊急自動車とみなされる。道路交通法施行令13条1項に規定する、緊急自動車は、 緊急の業務のため運転するときは、道路運送車両法第3章。自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め及びれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ赤色の軽光等をつけなければならない。ただし、警察用自動車がスピード違反をする車両または路面電車を取り締まる場合において、 特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくともよい。道路交通法施行令14条。なお、道路交通法施行令14条は、全条第1項に規定する自動車は、としており、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車。道路交通法施行令13条2項にはこの、条文の適用はない。道路交通法士高齢十三条1項に規定する。 緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、原則として、道路運送車両法第3章及びこれに基づく、命令の規定等により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の軽光等をつけなければならないとされている、道路交通法施行令14条。この基準は、道路運送車両の保安基準の細目を定める、国時代231条で定められている。 消防用車両とは、消防用自動車以外の消防のように供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものを言う、道路交通法41条の2、緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する。具体的には、消防用の原動機付自転車、自転車、リアカー等の軽車両、危険員車、トロリーバスなどが挙げられる。 一部地域で消防団が使用する動力消防ポンプを積載したリアカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが自動車ではないことから一般車両の費譲る方法が異なり適用除外となる項目が異なる。消防用車両が消防用務のため運転するときは サイレンまたは鐘を鳴らし、かつ夜間等には5メートルの距離から確認できる高度を有する赤色の灯火をつけなければならない。昼間はサイレンや反殖を鳴らしていれば赤色灯は不要な点、また光は赤の不動等である点で異なる。緊急走行の際は道路交通法第39条にとあり、状況に応じて道路の右側にはみ出して走行。 逆走ができる。また、交通信号機の信号保護法令の規定により、停止すべき場合、進行妨害となる場合、横断等のため歩道を等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の、速報通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止などにも停止しないことが、できるが、 その場合は、他の交通に注意して助行しなければならないとされている。また、シートベルトの着用義務も免除される。道路交通法第40条により、軽車両を含む緊急自動車以外の一般車両は、緊急自動車の進行を妨げないよう進路を譲らなければならない。より具体的には、交差点やその付近では、交差点を避けた上で道路の左側、一方通行の道路で、 左に寄せることが緊急自動車の妨害となる場合は、道路の右側に寄せた上で停車し、それ以外の場所では左側に寄せなければならない。路面電車は、交差点を避けなければならない。怠った場合は、道交法違反、緊急車妨害等となる。道路交通法第41条により、次に上げる道法の各条の適用が除外される。 最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の最高速度は時速80キロメートル、012条3項、高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間は時速100キロメートル、0272項である。京都府警察のパトカーが兵庫県内で、岡山県警察が事件内で最高速度超過の違反を犯し、 運転者の警察官が2014年6月に処分を受けている。交通違反取締りのための緊急走行は最高速度を超える違反の場合に当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるためこの限りではない法41条2項。ただしこの際は最低でも前方集中型計光灯発光などを行う必要があり、 赤色灯、サイレンなどを作動させないなど、一般車扱いの状態では加速度追尾してはならない。ただし、各都道府県の条例により各市交通規制について除外されているケースも多く、交通警察における取締り時の運用も一定していない。また、赤信号や一時停止標識の前では停止しなくて良いものの、その代わり、徐行して安全確認を行う義務がある、等。 緊急走行だからといって、あらゆる交通規則の適用から除外されるわけではな。緊急自動車運転者は、第二種運転免許保持者並みのエキスパートとして、むしろさらに高度な安全運転を義務付けられていると解釈される。道路交通法及び同志高齢の適用除外事項が同法に定められており、緊急自動車の種別によって異なる。 道路交通法で緊急自動車とはあくまで運転中のものと定義されており、駐車している場合の規定はない。このため、各都道府県では条例により駐車禁止の除外を定めているパトロールカー駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が反則告知を受けた実例が多数ある。多くの都道府県では、緊急自動車だからという理由ではなく、 操作や交通取締り、消防作業、人命救助、公共作業などをしているからという理由で、駐車禁止から除外されるので、駐車中に石灯を点灯させておく必要はなく、そもそも緊急自動車である必要もないので、前期の目的のために使用されているのならば、たとえレンタカーや、純然たる、マイカーであっても駐車違反とはならない。これにより、 現場駆けつけで活動を行う消防団員のマイカーや容体急変のあったものを医療機関へ搬送しようとする家族の個人者などが除外適用の対象となっている。例、東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行最速、和歌山県道路交通法施行最速など楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。